はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡です。今回もサブチャンネルのドラクエウォーク動画やっていこうと思います。今回はですね、死神貴族の祠に、挑戦していこうと思います。クリアスコア1450で、まあ、条件としてはバトルマスター2人以上で道具使用不可というものでございます。はい、これやっていこうと思います。まあ、スコアがね、そこそこ高いので、まあね、スコア稼ぎにはいいかなとは思います。はい、パーティーはですね、確かレベル60のメンバーが4人だったと思います。パラディン、バトルマスター、バトルマスターレンジャー、ちょっと順番はね、違ったと思いますけれど、はい、レンジャーはですね、ブレス攻撃で、攻めていきます。はい、まあ火吐いて全体攻撃ブレスです。はい、グール縛りました。バトルマスターはですね、はい、こっちの後ろのバトルマスターは世界中の転送持たせておりますので、これかな。はい、なんだっけ。まあ、全体攻撃ですね。はい、で、こっちはですね、世界中の剣かな。はい、持たせておりますので、導きの天候ですね。はい、これで、死神貴族を叩いていきます。はい。はい、はい、で、パラディンはですね、まあ、とりあえず、パラディンガードを期待して、スカラを自分にかけておきます。はい、ヘルゴーストが、次は多分ドルクマですね。バトルマスターに来るかな。はい。で、死神貴族が、マヒャドと、なんだろう、呪いかな。はい。はい、はい、レンジャーが、全体ブレス攻撃です。はい、ちょっとね、縛れればよかったんですけど、まあ、はい、バトルマスターは、導きの天将ですね。はい、全体攻撃です。イオ系の。はい、で、まあ、バトルマスターはですね、まあ、一番 HP の高い死神貴族でを単体攻撃、叩いていくことにします。はい。はい、パラディンはですね、ダメージ食らったので、全体回復していきます。はい、ドルクマ、バトルマスター攻撃。同じのを狙ってくるんですよね。まあ、パラディンガード作動してよかったです。はい、バイシオンの後、サミダレ好きでパラディンガードがどれだけ機能するか。結構機能しましたね。はい。マヒャド攻撃で、グールの呪い攻撃。はい、なんとか耐えましたね。まあ、このターンさえ耐えれば多分大丈夫かなと思います。バトルマスターはですね、導きの天将で全体イオ攻撃。はい。で、その後、レンジャーが、ブレス攻撃で、まあ、倒せるか、縛るか、どっちかです。まあ、ちょっとね、まだ倒せないですね。はい。まあ、縛れたのでよかったです。とりあえず、ここは導きの天候で死神貴族をなんとか、倒さないと苦しい。倒しきれないと苦しい。倒せると大丈夫。はい。グールの攻撃だけですね、あとは。はい。ということで、まあ、とりあえず、デフォイミかな。あ、聖女の恵みになりましたね。はい。ヘルゴーストは縛られてて、あとはグールの攻撃さえ倒れば、耐えれば、まあ、多分大丈夫ですね。はい。あとは、ですね。まあ、死神貴族がいないので、もう、だいぶ余裕を持ててきました。まあ、両方ね、赤い字になってたと思うので、あとは、はい。はい、なんとか勝つことができました。まあ、あんまりね、そこまで難易度の高いところでは、高いね、祠ではないですけど、一応ね、クリアすることができたということでございます。はい。で、心のグレードは、D ということで、まあ、安定の D ということでですね。なかなか渋いですね。はい、というわけで、今回ですね、死神貴族の祠、クリアです。獲得スコア1450で、まあね、今日ですね、私、少し祠の方、結構やっててですね、ようやく累計スコア10万超えましたけど、まあちょっとね、プラチナ3からさらに上に行くっていうのは、ちょっと現実的ではないかなというところであります。はい。で、まあ、一応パーティー紹介の方を見ていこうと思います。まあ、ピックアップ武器だらけなので、まあ、あんまりね、参考にならないとは思いますが、一応ね、紹介をしていこうと思います。はい。ということで、はい。
パラディン、バトマス、レンジャー、バトマスということで、まあ、パラディンの装備から見ていきます。聖女のコンですね。まあ、はぐれメタルのヘルムで、まあ、ゾンビ耐性をつけてます。はい。で、次、心はですね、まあ、一応回復盛りにしておりますが、まあ、黄色の部分はね、あの、死神貴族の S、あとは、まあ、聖女のコンなので、生き返らすことが、あ、聖女のコンはね、あの、生き返らせる能力ないので、まあ、このエデンの戦士たち、2の心をつけることでザオラルをつけております。まあ、あの、基本的にね、使わないとは思います。で、次、バトルマスター。前の方のバトルマスターは、はい、イオ属性の攻撃を持っております。アークデーモンとウドラーですね。この2人で、まあ、結構強力に、なんつうのかな。はい、イオ属性の攻撃力アップしております。まあ、一応、真珠はゾンビ系、ゾンビ特攻と、あとはね、イオ属性のダメージアップを図っております。まあ、デザートとコーストで、一応、回心率アップがあったりするんですけど、まあ、それが機能しているかどうかわかりません。はい、イオ属性攻撃を持ってるんですけど、こちらはですね、世界樹の剣を、一突を持たせて、おります。同じくゾンビ耐性のあるはぐれメタルのヘルムを、つけております。次、レンジャーですね。レンジャーは基本的にはもう、漢字の竜王装備で、まあ、バトルシールドで、あと ギラ属性の攻撃力アップを図っております。心はですね、こんな感じですね。竜王、メカバーン、オルゴデミーラ、まあ、いずれもね、あの、ギラ属性の攻撃力アップが、まあ、図れていると思います。まあ、あと、余ったところでコドラを入れて、おります。最後ですね、最後のバトルマスターは、まあ、あの、ウドラと、ドラゴンガイアかな。まあ、あの、これ、両者とも、イオ属性の攻撃力アップ。あと、ナイトリッチはですね、ゾンビ、系モンスターに対する、ね、攻撃力アップありますので、まあ、全部でね、斬撃ダメージ 13% をアップできます。はい。まあ、あとは余ったところにホークブリザードを入れて、まあ、耐久性をアップしております。で、装備はですね、世界樹の転送2突をつけております。まあ、同じくはぐれメタルのヘルムで、ゾンビ耐性アップを図っております。ということで、はい、今回はですね、死神貴族の祠の攻略と、あと、そのパーティー紹介で、ございました。まあ、ちょっとね、あの、ピックアップの装備ばっかりで、あまり参考にはならないかもしれませんが、一応ね、あの、こういう形で動画の方を上げさせていただきました。はい。というわけで、現在ね、あの、倉敷市の自宅の方から動画の方を作っております。以上で動画の方終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。